はい、どうも山本さんです。そこのお父さん、よく言ってくれました。男2人で YouTube 何ができるんだよって。だからチャンネル登録して力貸してくださいって言ってるんですよ。第100回目の国会を始めます。令和新選組を代表いたしまして、山本太郎が9の段を言ってみた、やらせていただきたいと思います。区一が区、区二十八、区三、27、区四36、区五45、区六54、区七、これで分からないと。皆さん、ここで分からなくなった時に皆さんどうされますか？あ、お父さん、はい、あ、どうぞどうぞ、マイク取っていただいて、はい。そうなんですよ、分からないことがあったら人に聞くんですよ。ね、皆さん笑ってますけど、分からないことがあったら人に聞けばいい。今の国会どうなってますか？皆さん、みんな分かってるのに発言しない。みんなこれのために、みんなお金のために自分のやりたい政治をうまくできていない。これ良くないと思うんですよね、僕。ということでね、続いてね、安倍総理ね、ちょっとね変わってもらおうと思います。はい、安倍総理大臣。安倍総理あります。先ほど、山本太郎が、山本太郎さんが、申し上げた、九の段の、九七の、正解なんですけども、私、ABA、あ、すみません、失礼しました、BAKA、バカなので、分かることが、答えることが、できません。そんなに総理大臣やんじゃねえよ、お前。申し訳ございません。なので、ふざけんな、お前。安倍総理であります。なので、横にいつも座っている、どうぞ、麻生大臣、はい、麻生大臣に代わってもらおうと思います。はい、やっぱ財務大臣なんでね、分かりやすいかなって。麻生財務大臣、寝てますね、これ。麻生さん、どうぞ。何、俺の声。俺、何言うこと言えればいいの？あ、そこに台本があります。クイチの答え、これ63両。お前、そんなもんわかんねえの？お前、帰る、帰る、お前、どこに来たか、お前、帰るよ、お前。総理大臣が分かりませんでした。あ、続いて小池百合子都知事。小池百合子でございます。ちょっとね、小池百合子マジ分かるんですけど、アドリブでいい、アドリブ。もう一回小池百合子でございますから。はい、続きまして小池百合子東京都知事、お願いします。小池百合子でございます。続いて、区八の答えですが、私、分かりません。最近の騒動でですね、私なんか何色と皆さんにね叩かれてるんですけども、区八の答えは答えることができません。今日の感染者数は何人なんですか？本日の感染者数は、早く持ってきてしまう。本日の感染者数は、過去最高の798人となっています。めっちゃ出てるやん、やばいやん。申し訳ない、あ、すいません、すいません、あ、安倍さんです、ありがとうございます。安倍さんまだ緊急事態宣言は出さないと。緊急事態宣言なんですが、麻生財務大臣に代わってもらってます。なんでやね。麻生財務大臣、麻生さんテレビ映ってますよ。また俺で。俺もさっき答え言ったからもういいんじゃねえ。緊急事態宣言なんだけどさ、あれさ、ちょっと出すとさ、なんかまたぐみたいな感じで若者にツイッターで叩くの怖いからさ、俺ちょっとやめようと思うんだよ。あれ、ツイッター見てらっしゃるんですか？俺もう眠てぇから、もういいから、そこ戻ってさ。眠たいのに年収いくらもらってるんですか？俺も寝てんだよ、俺。ふらげてるんですか？俺年収1億以上はもう軽くもらってるよ、お前。お前らみたいなな、庶民とかちげえで、お前。ふざけんじゃねえよ、お前。記者みたいな儲かってるやつら、お前どっか行けよ、お前。若者泣いてんじゃねえよ、お前。大変問題発言しております。ということで、はい、麻生財務大臣、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ最後ね、山本太郎さんで締めていただきましょう。はい、山本太郎くん。こんなんがね、日本のトップでいいんですかって話なんですよ。だからね、みんな僕に投票してくれたらね、この国を変えていきたいと思ってるんですよ。なので、僕に投票一歩お願いしますっていう話なんですよ。はい、ありがとうございました。チャンネル登録してね。結構なブレイクの皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントもお待ちしております。先生、これまた明日の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ。